この音がしてきたらひっくり返す。ほら見てください、綺麗な黄色。高級食材じゃなくニラ、玉ねぎ、豚のバラで、まるちゃん美味しいね。バラシェユリ、だんだん忙しくなってくる今日この頃、皆さんの家に、友達の家に人が集まるとき、お酒を飲むときってたくさんありますよね。そういうときに手軽にできる、しかもみんなが大好き、嫌いな人はあんまりいないかなというぐらいな、こちらですよ、焼きそば。今日はこのまるちゃんの焼きそばで塩焼きそばをご紹介します。手軽に簡単にできる塩焼きそばですよ。材料はニラ、玉ねぎ、豚バラ、そこにアクセントでもしあればドライオニオンとか干しエビあると深みが増しますからね皆さん、そうしましたらいつものようにこのまるちゃんは袋を開かないよ開けて、これを開けてですよ皆さんね。こうしてまるちゃん本当びっくりするぐらい美味しいんだよね。こういうふうにしてほぐすんですよね。これほぐして分かってますよね。もう皆さん見てる人はね、何回もやってるから。ここにこの袋から焼きそばをほぐしたら何入れるか分かってますよね皆さん。はい、醤油とごま。そうです、さすがです。このお醤油をちょっとです、こうやってちょこちょこちょこっと垂らすんですね。それと美味しいごま油をさーっと垂らして、それでこれを混ぜ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 をしてですよ、混ぜ混ぜしたらラップでくるんで電子レンジで約600ワットで1分半から2分ですね。それで、電子レンジで温めてください。そうするとこの麺がとっても美味しくなります。ふわっとさっとですよ。ほら、うわ、見てください、この湯気、湯気が立つ程度。そうすると麺がきれいにほぐれるんですよ。ほら、それでもう温まってるんですよね麺がね。少し醤油が絡んでいる、こんな感じです。これがポイントの一つです。そうしましたらオイルを一回し入れます。そこでいつもの焼きそば焼きます。フライパンを温めて、この音、いい音ですよね。そうしましたら静かに広げて、こんな感じで、これで焼いていくわけです。焼くのは皆さんもご存知の両面ファン、両面焼き、両面の黄色で両面ファン。これをやることによってすごい香ばしく美味しくなるわけですよね。そこでですね、また音ですよ、シャリシャリシャリって音がしてきたら、下がまだこの音だと、もうちょっと少々お待ちくださいね。あ、ちょっと音が変わってきましたよ。シャリシャリシャリっていうのが、ほら、ちょっと覗いてみてみましょう。いい感じですよ、この音。この音がしてきたらひっくり返す。ほら見てください、綺麗な黄色、ここです。これが大切なんですよね。これを両方やることによって中はほっかほか、表面がちょっとカリカリ、これを両面ファンですよ。今音しない、ほら音しないですよね、回しても。これがもう一回焼いていくと音がする、そこまで焼くということですね。あ、ほらもう音しますね。この音がしてるってことは反対側もだいぶ焼けてきてるということです。この音がしたところですっ
とペーパータオルに落とし、それでほぐす。こういう風にしてほぐす。ほら、真ん中は黄色、それと焼けてるのと一体となる、こういう感じです。そこで今度はこの鍋を使って、まず最初に豚のバラを入れます。豚のバラ肉を入れてほぐしていく。この豚バラはですね、やっぱり僕はおすすめなのはしゃぶしゃぶ用の薄いやつが意外と好きなんですけどね、それはお好みですけど、そうすると火が入りやすいのと柔らかいんですよね。薄いしゃぶしゃぶ用の豚のバラの方が。このように色が変わってきたところで、干しエビ、ドライオニオン入ります。こんな風にして、したら火は中火に。ドライオニオンと干しエビの香りが立ってきました。ここで玉ねぎが入ります。玉ねぎを入れて、たっぷりと、これ1個使ってます。ここで IH の威力強くします。今8から9ですね。このように玉ねぎが全体的にほぐれて、少し今まだ硬い状態です。ここで紹興酒が大さじ2杯、なかったら日本酒です。そこで塩、パラ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 、小さじ1/2。なぜパラパラするかというと、この玉ねぎから水分が出るんですよね。ここで炒めていく。あとは家庭によくある鶏のガラスープの素、パラパラ、だいたい小さじ1杯半ですね。そこでお水を大さじだいたい3杯入ります。お水大さじ3杯入れると、見てください、この水分。そこにこのマルちゃんを合わせます。あとは混ぜるだけですよ。ここで混ぜて混ぜて、少しずつあの玉ねぎから出てくる水分とお水入れた部分が、味がこのマルちゃんに絡まってくるんですよね。そうしましたらニラが入ります。ニラがこんな風に入りますいい香りだ。先ほどのマルちゃん、うん、干しエビのうまさとドライオニオン、いいな。ただちょっとだけお水を足します。それでお塩をもうちょっとパラパラパラって効かせて、決め手の胡椒です。さあ最後の仕上げにごま油をパーって垂らして、いやーうまそう。ほらもうよだれが出てくる感じで、高級食材じゃなく家庭に手に入るニラ、玉ねぎ、豚のバラで塩焼きそば完成です。この湯気がいいね。あー香りもいい。いただきます。うん、おいしい。まるちゃんおいしいね。玉ねぎとドライオニオンが炒めることによって風味がすごいんですよ。オイスターソースだけも美味しいですけど、塩焼きそばの時はですね、皆さん味変ができるんですよ。
黒酢でもいいし白酢でもいいんですけど、お酢をパーッとかけます。お酢をかけた時にこの胡椒を効かせる、こんな感じです。それで食べてみてください。そうするとまた美味しい。辛いのが好きな方はラー油、3回楽しめます。ぜひ皆さんこの暮れ、お客様、お友達、いろんな仲間が集まった時、焼きそばを作ってみてください。おすすめ。